こんにちは。ブルーラグ幡ヶ谷の三味線です。今日も教えてブルーラグということで、今回はこちらスタンドですね。ダブルレッグスタンド、センタースタンドとかっていう風にも僕らよく言いますけど、こちらのご紹介をしていきます。で、まあ今ここにある2つ、この2つの特徴を簡単にさらっと説明していきます。まずこっち、これはメイドインスイスのプレッチャーっていうスタンドになりますね。これはよく僕らのお店でも取り付けさせてもらうことが多いスタンドになるんですけど、これの特徴は2本足が片側にすっきり収まるので、見た目がすごくシンプルにすっきりとした見た目になって、かっこいいスタンドの代表で、こっちの緑の方、こっちのスタンドっていうのは、まあ、ウルサスっていうところの、これはイタリアのメーカーのスタンドになります。で、こっちの特徴としては、まあ、見た目はさっき紹介したプレッチャーと比べると結構ごつめにはなるんですけど、その分耐荷重がプレッチャーの2倍以上、80キロまで耐えられるスタンドになってるものです。めちゃくちゃタフですね。まあ、なんで使用用途とか使う車種に分けて使い分けるっていう感じ。自分の自転車にスタンドがつくか否か、この問い合わせが結構多くて、その辺の解明をちょっとしていこうかなと思います。自分の自転車にスタンドがつくかどうかの判断基準で、ポイントとなるのがこちら、ここがよく確認してもらいたいところなんですけど、実際にスタンドが取り付けられる部分になります。で、そこにスタンドがつくかどうかっていうのを、まあ、今実際この手に持ってるものが、最初に紹介したプレッチャーっていう細い方ですね。そちらについてくる小物になるんですけど、これがちゃんと取り付けたいところに収まるのかどうか、ここのチェックが必要になります。で、チェックの仕方なんですけど、まあ、もともともうこれ持ってる人も少ないと思うから、実際にまずサイズこれ測っていきますね。まずここの縦幅、これが30ミリ3センチですねになります。で、次横、こっちの広い方ですね。で、こっちの広い方は62ミリ、まあ、約6センチの幅になります。なんで自分の取り付けたい自転車ここら辺の隙間がそれぐらいちゃんと確保されてるかどうか、ここのチェックをまずしてください。で、今回使う自転車はサーリーのディスクトラッカーっていう車体なんですけど、これは全く問題なく取り付けることができるっていうのがこれで分かります。で、あと注意してほしいのが、ここにブリッジっていうパイプ、チェーンステーの私になってるパイプですね、これがもうちょっと前この辺とかにある場合、この小物はつくんだけど、その後にボルトを入れます。で、このボルトを通した時にそのブリッジに当たってしまう可能性があるので、ここの隙間ですね、ここの隙間がこれだって今60ミリぐらい約空いてるんですけど、まあそうですね、最低でも4センチぐらいはここの隙間、ここの端っこからここのパイプまでの端っこ4センチぐらいはあった方がいいと思います。まずここをチェックしてください。次、反対に取り付けられない車両っていうのも存在します。で、その車両の特徴何個かあるんですけど、まず1個目、これは多分見た目ですぐ分かります。ここのチェーンステーっていうんですけど、ここの取り付けたい部分に、取り付けたい部分が左右非対称になってるもの、こっちは普通のパイプなんですけど、こっちのチェーンがかかってる方のパイプが板状になってたりとか、マウンテンバイクとかによくあるんですけど、そういうものに関しては左右が非対称になるので取り付けができません。で、あともう一つ、これも見た目ですぐ分かります。オールシティとかのバイクによくあるんですけど、チェーンステーの
右側、いわゆるチェーンがかかってる側ですね、この下側にワイヤーを受ける、こういうダボっていうちっちゃいこういう受けみたいなやつ、これがそのスタンドを取り付けたい部分についてると、それが邪魔してあのスタンドを取り付けすることができません。これが2つ目で、もう1個特徴的なのがあって、もうそもそも最初からセンタースタンドダイザーっていうのがここに溶接されているものがあります。あのブルーラグで扱っているものとかだとリベンデルとか、そういう自転車に溶接されているものなんですけど、そういうものがついている場合はもうボルト1本で止めることができるので、それに関してはクリアランスの確保ができているかどうかの確認とかはもうほぼほぼ必要ないので、取り付けできるものだと思ってもらって構いません。はい、そしたら早速プレッチャー、こっちのすっきりした方の見た目、耐荷重が25キロの方のスタンド、こちらの取り付けを実際にやっていきながら説明していきます。で、今回使うプレッチャーの取り付けに使う工具がこちらです。これがまずスタンド本体ですね。で、いきなり登場したこれ、これが実はサーリーから出てるスタンドを取り付ける時のプレートになります。で、これがリッシュで、ボルトで、さっき紹介してもらったさせてもらった小物ですね。で、工具類、これがスタンドを締める時に使うボックスレンチになります。これが17ミリっていうものになりますね。で、これがスタンドの足とかをカットするときに使うノコギリで、これがメジャーで、このメジャーはスタンドの足の長さを決めるときに使います。はい、そしたらまずスタンドの足の長さを決める作業になります。これが結構簡単で、今回スタンドを取り付ける箇所ここですね。ここの下側から地面までの長さをさっきのメジャーを使って測ります。こうですね。で、これだと270の値を指してます。このスタンドにも同じような数字が実は刻まれていて、これですね、さっきの測った数字が270で、ここにも270っていう数字があります。で、ここでカットしてあげるとちょうどいい足の長さに自動的になるようになってます。なので何も考えずここで一旦カットします。はい、そしたらカットしていきます。で、カットするときスタンドを固定する必要があるので、まず家にある人少ないと思いますけど万力で、つまむとき、つまんでる部分は傷ついちゃうので、切り捨てるところを掴むようにしましょう。で、しっかり固定して、で、さっきの270がここですね、ここの部分でカットします。で、カットするとき油塗って、じゃあ実際にカットします。ここの部分ですね、この爪の部分。そしたらもう反対側。はい、カットが終わった後なんですけど、ちゃんと足の処理をしてほしくて、これ処理してないと結構切ったバリが残ってる状態なので怪我をしちゃいます。で、切った断面がこんな感じになってます。バリが残ってる状態、これを4面ヤスリで取ります。はい、足のバリ取りが終了です。実際に車体に取り付けていきます。で、先ほど紹介したサーリーから出しているプレート、これですね、これをまず上側、はい、で、次に付属のボルトとワッシャーを穴に通して、
で下側も一緒ですね。これ投げて、でスタンドっていう順番で取り付けていくんですけど、このプレッチャーの付属のこのボルトですね、長いんですよ。でボルトが長いと、これ今もう締め切ってる状態なんですけど、ガタガタで取り付けができないので、このボルトを取り付けられる長さになるようにカットします。ネジ山を整えるイメージで削ってあげてください。これでボルトのカットがおしまいです。今度こそ取り付けていきます。で取り付けるとき、スタンドって実はすごく緩みやすいものなので、このボルトに緩み止め、これ塗布してあげてください。これホームセンターとかでも売ってるものなので、そしたらさっきの手順ですね、ボルト、ワッシャー、この時変速のワイヤーが通ってるので、これを挟まないように注意してください。変速のワイヤーがスタンドの下を通るように通してあげてください。それがちゃんと確認できてたら、実際にも締めていくだけです。でこれでしっかり締め付けたら、もう一個確認していただきたいことがあって、ペダルがスタンドに当たらないか、ここですね。今何も干渉してる音もしないので、これで取り付けは完了です。で実際にスタンドだけで成立させてみます。で今が収まってる状態ですね、走れる状態、こんな感じで片側に2本の足がすっきり収まってます。でこれをスタンドを使って自転車を自立させるときはめちゃめちゃ簡単で、この2本の足を下に蹴り下げる、でそれと同時に車体の後ろを持ち上げると、自動的に足が前にスイングして自立するようになります。プレッチャーのスタンドが取り付けられた時はこんな感じ。はい、今プレッチャーの取り付けの動画を見ていただきました。で今見ての通り、足のカットだったりとか、足の長さを決めたり、ボルトをカットしたりって言って、取り付けるのにいくつか工程があって、ちょっぴり大変なんですけど、次に紹介するウルサス、これに関してはカットがいらないので、おそらくこの動画を一緒に見て真似てもらったら、多分見てる人でも取り付けが自分でできるんじゃないかなって思います。ウルサスのスタンド、長さが足をカットしない代わりに2展開あります。でこっちが長い方、300mm で、この長い方っていうのは 700C とかそういう28インチ、ツーナイナーか、 700C とかに使うときはこっちの長い方300で、反対にこっちの275っていう短い方、こっちに関しては26インチのバイクとかになります。じゃあ 650B の、まあ、太いタイヤの場合はってなったら、こっちですね、こっちを使ってあげてください、長い方。はい、ここだけ注意してください。今回取り付ける車体、これサーリーのディスクトラッカーの完成車で、これのタイヤサイズが26インチになるので、使うウルサスの足の長さは短い方、275mm、 26インチの方を使います。はい、じゃあウルサスの中身こんな感じになってます。スタンド本体と長さの違うボルトが2種類、それと、まあ、プレッチャー同様の取り付けプレート、それと R のかかった富士山みたいな形したワッシャー、これが1つ。内容はこんな感じになってます。
で長さが違うので取り付ける自転車に合わせてボルトは使い分けてください。そしたら取り付けていくんですけど、こういう黒森の車体だったらさっき用意されてたボルト2本のうち短い方で大丈夫です。ブレッチの時と同じようにボルト、この変形したワッシャー、取り付けプレートで、一応これにも向きがあって先細ってる方が進行方向になります。こっちが進行方向ですね。でこの状態で取り付けたいところに乗せて、でスタンド本体ここに V 字に溝が切られてます。でこの溝っていうのはワイヤーが通る溝になります。なのでさっきのプレッチャーみたいに下を取らないといけないよっていうのを気にせず、ここにワイヤーが通っていれば大丈夫で、これで取り付けていきます。で取り付けていくんですけど、今ネジが締まりきってしまいました。でもスタンドは固定されてないまま、でこういう時はこのボルトの規格が M10 っていう規格になります。なのでお近くのホームセンターで M10 の短いボルトを買う、もしくはスペーサー、 M10 のこれスペーサー、これが約厚さ5ミリぐらいなんですけど、それぐらいあればこういう黒森のフレームだったらまずしっかりと取り付けができるので、短いボルトを用意するかスペーサーを用意してあげてください。で今回はもうちょっと切りたくないのでスペーサーを使います。ボルト、さっきのかさ増しのスペーサーで、同じでワッシャー、取り付けプレート、進行方向間違えずに、でスタンド、しっかり締め付けるときに使う工具はプレッチャーの時と一緒で、この 17mm のボックスレンチです。でこれで締めてあげる。でただここを締め付ければいいっていうわけではなくて、まあ、ご覧の通り左右に足が分かれているスタンドに今回はなるので、これはちゃんとタイヤの両左右の間隔、ここを均等にしてあげる必要があります。これは後ろから目視で確認して左右が均等になってるかチェックしながら締め付けていってください。これが今均等かな。これ注意してほしいのが、あまり力任せに締めすぎるとフレームをへこませたりする可能性があるので、あまり思いっきり締めすぎない、かといって緩すぎると動いちゃうので、その辺はしっかり締めつけるけどパイプはへこませないように注意してください。フルサスの取り付けが終わりました。カットの工程がないってだけで多分5分かかってないんじゃないかなぐらいのスピード感で取り付けることができました。で取り付けたウルサスがこちらで、さっきのプレッチャーはこの辺に2本がすっきり収まってたのに対して、で格納した状態がこういう風に左右に足が分かれてる状態になります。見た目がごついけど耐荷重80キロのウルサスのスタンド、これを取り付けたい車体とか向いてる車体っていうのが、まあ、結構最近だと多いパパチャリとか子供の背がついてるような車体ですね。でそういう車体ってもう自転車の重量だけで意外と20キロとかいっちゃったりするんで、それにお子さん乗せるともう25キロ、そうなるとプレッチャーだと心もとない。でそういう車体とかは耐荷重80キロのウルサス、でこれをスタンドを使って成立させると、やり方はさっきのプレッチャーと一緒で足を前に出してあげて、それと同時に車体を上に持ち上げる、こんな感じ。とまあウルサスのスタンドだったら僕の体重が50キロで自転車の車重が10キロちょっとなので全然80キロも満たないので乗っても大丈夫なんですけど、まあお子さんの背がついてる車体とかだったら
まあ、お子さん一人乗せたまんまで放置したりとかはしないようにだけ注意してください。はい、そんな感じで、プレッチャーとウルサス2種類のスタンドを見比べていただきました。で、まあさすがにプレッチャーハードル高いなとか、ウルサスなら自分でつけれそうだなっていう方はぜひ挑戦していただいて、で、まあ、自分でやってみてやっぱり無理ってなったら、全然僕たちにいつでもご依頼いただければ、ウルサスだったら5分でつけちゃいます。ちょっと嘘かもしれない。そんな感じで今日は2種類のスタンドの紹介でした。ありがとうございます。